平成29年10月20日21日の2日間、阿蘇市小里にある花遊びのレストランで、海外アーティストによる作品の展覧会が開かれました。この展覧会は、県などが阿蘇地域の海外 PR などを目的として、2014年から始めた海外芸術家の招聘事業の一環です。今回は、 セルビアとフランスの芸術家5人の男女が9月18日から10月27日まで阿蘇市や小国町など阿蘇の4市町村に滞在して作品を作りました。これはフランスのサラ・クラーバルさんの作品で水源の映像や溶岩を溶かして作ったもので作品名はコスモス色です。 このほか、古き農村の景観を思わせる牧草地、神事や阿蘇の風景を取り入れたドキュメントなどで、今回の作品は映像中心となっています。今回阿蘇地域に滞在した5人の芸術家は、帰国後、発表会などを開いて阿蘇の PR に一役買うことになっています。